水面に頭を出した、カワゴンドウカワゴンドウは、クジラモカハクジラアモクマイルカカカワゴンドウ属に属する、海生哺乳類である。イラワジルカとも呼ばれる。東南アジアの河川の河口などや海岸近くに生息する。カワゴンドウは、1866年、リチャード・オーウェイにより、新種として報告された。カワゴンドウ属に属する二つの種のうちの一つである。 外観が白イルカに似ており、一角かあるいは白イルカかに分類されることもあったが、現在ではマイルカ化に分類されるのが一般的である。遺伝子学的にはシャチに近いことが分かっている。学名のブレビローストリスは、ラテン語の短い興奮に由来する。和名の川は、川口付近に生息することに由来する。別名のイラワジあるいは、英名のイラワリは、 生息地の河川名に由来する。2005年遺伝子解析によって北、オーストラリアに生息する種類はカワゴンドウとは異なる。別の種のオーストラリアカワゴンドウであることが分かった。カワゴンドウは大きなメロンと丸い頭部を有する。興奮は短く不明瞭である。背びれは短く、丸みを帯びた三角形であり、体の2、3くらいの位置にある。胸びれは長く、 幅も広い。全身が明るい色であるが、背側よりも、腹側の方が、より白い。泥っぽい海域で見た場合、実際よりも、より白っぽく見える。生まれた直後の体長は1メートル、体重は10キログラム程度であるが、成長すると、体長2.3メートル、体重130キログラム以上になる。寿命は、約三十年である。川ゴンドウの泳ぎは遅い。 回転するようにして上昇し、深く潜水するときの身をびれを水面上に上げて力強く泳ぐ。スパイホープの際に口から水を吐くという習性がある。川ゴンドウの生息域川ゴンドウという名前ではあるが、川イルカのように淡水の河川に生息するのではなく、海生である。英名が示す通りミャンマーのエイアワディ川をはじめ、 ガンジス川、メコン川などを東南アジアの河川の河口や海岸近くの海域に生息する。ベンガル湾の他にはニューギニア、北、オーストラリアなどに生息する。海岸近くに生息するため他のイルカに比べて人間からの影響を受けやすい。ミャンマーのエイアワディ川では現地の漁師と共同で漁を行うアイリ強制を行っている。 最も直接的な脅威は、油脂を取ることを目的とした捕獲である。絶滅の危機に瀕しているとして、捕獲は法的には禁止されてはいるものの、数万キロメートルに及ぶ海岸線を監視することは現実的ではないため、禁止の実効性に関しては疑わしい定もある。差し網による根核や爆薬を用いた量の巻き添えによる負傷は、ベトナム屋台においては、 一般的なことである。生息数の減少と生息域の縮小が大きな問題となっており、インドのチルカ湖においては、刺し網や地引網によって、個体数がわずか50頭ほどに減少してしまったと考えられている。また、河川を漁網で塞ぐことによって、川ゴンドウの移動を制限し孤立させてしまうといった問題も起こっている。IUCN は、メコン川、エイヤワディ川、 マハカムガはマランパや海峡、ソンクラー湖に生息するカワゴンドウを絶滅寸前としている。カワゴンドウは水族館などにおいてイルカショーなどの演技をさせることを目的として飼育展示されることもある。その際は指示に合わせてその行動ができるようにトレーニングを受ける。ありがとうございます。